これで、約2日ほど経ってます。これからね、この養生した紙をね、取り除いていきます。でその前にね、ゴミがね、結構ついてますので、ゴミの処理もするんですけども、とりあえずね、もうちょっと、乾かした方が、艶の引けもね、まだこれここからまだね、多分艶がもうちょっと引くんで、1週間ぐらいこのまま、投げとくわけなんですけども、このままっていうわけにはいかないんで、この後にね、他の作業もありますから、これからね、これ養生してるのを剥がして、で、ゴミを取って、で磨き上げしていきます。で、まあ、実際に磨き上げするのはですね、このフェンダーがこれ外れてますよね。でフェンダーの外した状態で、磨くと危険ですので、フェンダーを取り付けてから磨きになるんで、おそらくね、1週間、まあ、何もやらなくても1週間以上勝手にこう置くような感じになっちゃうんで、まあ、ちょうどいい感じなんですけどね。じゃあ、これからね、この養生のやつ剥がしていきます。で、まあね、なるべくね、塗装がこう、まあ、ギリギリのところにこう紙を貼ってないんですけども、もしかしたらね、こう色がね、一緒についててこう剥がれちゃう恐れとかがあるところがこうあるんで、ゆっくりね、気をつけて剥がしていきます。
これからね、この、リアのウィングの方をこうちょっとやっていきたいんですけども、ですね、これがですね、この足なんですね。これがこうになってまして、でこれがこう入るんですね。でこれがこっち側ね、樹脂なのでこういうようなね、スクリュータイプのボルトがこう入ってるんですね。でこっち側は問題なかったんですけども、こっち側はねボルトを固着して、外すときにですねボルトが折れてしまったんで、これをねちょっと補修していきたいと思います。で、このステアもねちょっと曲がってるんで、まあ、これはね普通にポンポン叩けばすぐ元に戻るんで、問題ないんですけども、ボルトの方がですね、こういう感じになってるんですね。で、このね、うちの予備で、予備というか、まあ、在庫しているこのボルトなんですけども、これとこれをね、こうドッキングさせて、で、こう頭を落として、で、立てて、っていう感じでや、直していきたいと思います。これだけで多分部品出るかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、部品わざわざ頼むのも、まあ、なんなんで、これで直しちゃいます。で、反対側のね、こっちは大丈夫なんですけども、ただね、ちょっと、これ、ボルトはですね、頭がちょっと引っかかんないですね、これね。なので、ちょっとね、チャレンジして外れれば外してみますけど、外れなければね、まあ、このまま下手にね手入れない方が二次被害防げるんで、このまま塗っちゃいます。じゃあね、こっちの方をね、やっていきたいと思います。まずね、ちょっとね軽く、ボルトをね、削ってますけども、もう少しね削ります。ちょっと曲がってますけど、まあ、やり直さない方がうまくいったりするんで、このままいっちゃいます。ちょっと笑う。あ、やめとこう。これでね、ちょっとね、自然に冷却させます。
ちょっとね、ここちょっと歪んでますけど、まあこのぐらいだったら許容範囲じゃないでしょうか。これでね、買わずにね、済みました。